前田万里君。総理は演説をして自分に酔ってますね、これは。総理、この国を守るという、この国を守る決意という本、これは総理がお書きになった本です。この中に、日本はアメリカと死の同盟を結んで、アメリカの若者は日本のために血を流す、日本の自衛隊もアメリカのために血を流す、これで日米の対等なパートナーシップが出来上がると、こういう意味のことをお書きになってますね、これは。書いてる、書いてない、まあこれも書いてますからね。私がここで申し上げたいのは、まず一つ、これ、極めて危険な考え方ですよ。日米の同盟、日米安保条約によって、この絆は結びついています。総理は、日米安保条約というのは、偏無的、日本だけが何かこの得をして、アメリカに追っている、そういうような考え方ですか。これは全く違いますね。ただ、この考え方については、昨日の参議院での決算委員会での議論も、そう受け取れる発言がありました。これは日米安保条約というのは、これ、防衛白書ではっきり書いてますよ。第5条があって、米国は日本のために守る、そして第6条でもって、今度はその代わり、日本は基地を提供する、その日本の基地は、これは日本国だけじゃなしに、東アジア全体の安定にも寄与するものである。こういう5条6条の関係において、日米安保条約というのは、これは防衛白書の表現でありますけれども、総合的にバランスの取れた義務をそれぞれ負っている、ここに書いてあるわけですよ、これは。それを総理は、日米安保条約、紙だけのもので、信頼感がなければこれは守られることがない、そんなことありませんよ、誠実に守る義務がそれぞれにあるんです。そして総理にお尋ねをしますけれども、総理は日本の国民がアメリカのために血を流して、そしてお互いイコールパートナーシップに初めてなる、じゃあそうやってイコールパートナーシップになったとき、総理はアメリカに何を言うんですか、何を言いたいんですか、総理は。これは総理は、これまでもあまりお話にならないけれども、総理のお友達、これは言ってますよ。今、アメリカに対して何が一番不安か、総理が昨年の末に靖国神社に行ったとき、アメリカはディスアポイントメント、失望した、これを言ったときに、これを言ったときに、黙って聞いてくださいよ、総理のお友達は、いや、こちらも日本に失望した、アメリカに失望したと。こういうことをおっしゃってたじゃないですか。イコールパートナーシップになって、自由に靖国に行かせてもらいたい、あるいはイコールパートナーシップに よって、総理のお友達が言っているように、あの先の太平洋戦争の問題についても、一切その歴史をひっくり返そうとしてるんですか。ぜひ答えてください。そうであるならば、総理のそうした考え方こそが、日本の安全保障にとって一番大きな問題である。総理の総理でいることが日本の安全保障にとって大きなリスクであるということを申し上げます。安倍晋三君。海田代表もだいぶ興奮しておられるようでありますが、そこでですね、今日米同盟の総務性についてお話がありました。これは旧同盟においては1条から5条までしかなかった。そして日本防衛義務はなかった、それを60年に改定して、5条に、これはいわば共同対処するということが入ったわけであります。そして6条に、日本の施設を使ってですね、極東の安全を守ることができる、ここで、総務性が保たれているのは事実であります。一方、先般、オバマ大統領が来日をされた際、尖閣を含め、すべての日本の施政下にある地域について、アメリカは防衛義務を果たす。と明言をしました。防衛義務を果たすということは、まさにアメリカの若い兵士が命を懸けるということを明言したわけであります。これはとっても重い、これこそ、海田さん、抑止力なんですよ。そしてそれが発動されるためには、その発動されるためには、兵士が命を懸けるということについて、アメリカの
世論が、愛する人々が理解をしている、これが決定的に大切なんです。これが分かっていないからこそ、海田さん、民主党政権であんなにガタガタになったじゃありませんか。総理、申し合わせの時間が来ております。安全保障同盟というのはそんなに軽いものではありません。絆が大切だということをはっきりと申し上げておきたいと思います。たった2分しか私の残り時間がなかったから、これしか述べることはできませんが、民主党において早くこの安全保障の議論がまとまることを期待して、私の答弁を終えたいと思います。以上。